皆さんおはようございます。2020年6月15日月曜日です。朝のご挨拶、衆議院議員の原口和弘です。ごきげんよう。昨日もたくさんの方々にですね、聞いていただいて、ご覧いただいて本当にありがとうございます。月曜日ですね。ゆっくりそろそろ、雨の降った後、気圧もずっと変わってきますからね。どうぞお気をつけて、今日もお元気で、ごきげんよう。さて今日はですね、ガブリエル・マルクスさん、昨日の毎日新聞、いい記事でしたね。あのマルクスさんがですね、この危機の時に、何が大切かっていう哲学者の方ですね、ドイツの。原文で読んでみたいなって思うような、そういうもう優れた論考が毎日新聞の朝刊に載ってました。ぜひあのご覧になってください。でその中で、まあ、いくつももう毎行毎行がですね、珠玉の言葉で、ああいうそのなんていうかな、こう一流の知性っていうか、面白いこといっぱい書いてありましたね。日本は、僕らは非常にあの複雑な言語なんですよね。日本語っていうのは他の国の人たちからすると非常にこう習得に時間がかかります。言語の体系が特殊だとも言われてます。でその特殊な言語体系によってですね、日本の政治っていうのは長い間、その特にこの安倍政権の政治っていうのは外からは見えにくかった、言葉の壁でですね。でそれがまああらわになったということも書いてありました。でも今日申し上げたいのは、あのそこに書いてあるご高齢の方のトリアージ、つまり、一定以上の方にはですね、もうその治療をしないということの不道徳、これもとっても大事なんで、 いつか話をしたいと思います。まあ、そんなことをですね、決してやってはならないというふうに書いてあったんですね。でも今日お話をしたいのは、ハイドロジェニズム。ハイドロジェニズムっていうのはこれ造語ですね。ハイドロジェニックっていうのは衛生的な、それにレイシズムっていうものをですね、加えてハイドロジェニズムっていうことがこの頃世界でも言われ始めましたね。それは衛生的な人種差別ということであります。私があの1月6日今年の、仕事始めの日に厚労省の皆さんに、この新型ウイルスについてのレクチャーをした時に、その時にも非常に感じましたね。そのハイドロジェニズム、つまりあの時武漢で、感染をした人はですね、59人って言っていました。で世界の中で、その武漢だけ、つまり何が当時、から起きてきたかというとですね、あのヨーロッパに行ってもアメリカに行っても、そのアジア系の人を見ると感染をしてるんじゃないかということで、人種差別が行われたんですね。今やあのアメリカが一番最大 の感染者数、その次ブラジル、ロシアという形になってますけども、この危機の時に人種差別をするということの愚かさ、危機の時に人のそのを排除するということの愚かさ、これをですね、ぜひ皆さんと共有しておきたい。この愚かさとを戦わなきゃいけない。でそれはですね、結構難しい、ことではなくて、あの私たちの中にある恐怖に打ち勝つ方法でもあるんですね。でもう一つ、そのレイシズムということで言うと、今、ジョージ・フロイドさんのあの事件をきっかけにですね、世界の、あの、ブラック・ライブズ・マターっていう、その黒人全ての人の命は平等だ、大切に、黒人の命を大切に、当たり前のことですね、ブラック・ライブズ・マターで、この運動がですね、各国のその征服者たち、つまり人々を奴隷にしたりですね、
霊俗をさしたり、そういう人たちの銅像が今引きずり下ろされています。川に落とされる征服者の動画も皆さんご覧になったと思います。で、方もおられると思います。で、この結局第二次世界大戦というものも、いわゆる帝国主義者同士の戦いですね。日本も帝国主義、名誉白人だとか言われてですね、名誉白人って本当に醜い言葉ですね。私もですね、自分の血の中に、白いものが混じってるんじゃないかって、ずいぶん小さい頃からですね、まつげが金色だったり目が青だったり、白目ですねするんで、その髪の毛も昔はもっと金色に近い色が混じってたんですね。で、そうすると違うものについてのその差別、お前はなんでそのパーマかけてきてるんだと、テンパなんですけども、テンパだからこれは普通 の, あの髪ですって言ったら、そんな髪があるもんかと、昔くるくる髪だったんですね。こういう雨の日にはもっとこうくるくるなるんで、本当に今でこそ櫛を入れずに済むんだって開き直ってますけども、当時はなんでまっすぐの髪じゃないんだろうって思ってましたね。で、まあ自分のことはもうどうでもいいんですけども、その私が、ビートたけしさんにですね言われてベナン共和国を訪れた話を前しましたけども、平沢さんたちとですね。で、ベナン共和国はアフリカの、中部にあって、奴隷海岸っていうのがあるんですね。奴隷海岸っていうのはですね、征服者たちがお互いを戦わせて、部族同士を戦わせてですね、そして奴隷狩りをそのベナンの人たち自らにさせたんですね。で、その奴隷海岸にはですね、帰らずの門っていうのがあって、そこを通ったらもう二度とその国っていうか自分の村には帰ることができない。で、その奴隷海岸から、売られていくわけですね。本当にですね、人間の歴史はその中に潜む悪魔のとの戦いの歴史でもあるなというふうに思います。もうそういうものをですね、賛美するかのように世界の中にそうですね、赤い靴、本当に人が人を奴隷にするっていうありえないことですよね。でもですね、皆さん後半で言いますけども、日本にも同じような構図があります。で、今もですね、で、それは分断の支配というものであります。分断支配、それじゃあ、前半はですねここで終えたいと思います。分断の支配とどう戦うかということを、講談でお話をしたいというふうに思います。それじゃあ皆さん、今日もたくさんの祝福が、そうですね、宗教を使って分断をした人たちもいました。いろんな分断がありますね。それじゃあ講談 B の方でまたお会いしましょう。ごきげんよう。